はい、お世話になってます。ポケモンスカーレット実況プレイ、今日も続きをやっていきますよ。フェアリー組のボス、モルティガとの戦いだね。マリルリ対ヒトコッコロ。ちょっとね、ヒトコッコロちゃんの戦法は考えてるのがあってですね、攻撃打ってくるかな。ちょっとトーチカで様子を見ようか。トーチカ、先手取れる系の技ですよね。守りの体勢に入る。あ、飛び跳ねる。なるほどね。あー、なるほど、飛んじゃうか。守っときますかまず毒を与えたいんだよね、マリルリにね。いや、まあいいか、毒菱巻こう。パスではやられんすか。ゴツゴツメットでダメージも与えられるしね。力の差を応援してた？降参するなら今なんだけど上機嫌だな。オルティガはね、フェアリータイプの可愛くないところを見せてやるって言ってたけど、こっちはこっちで毒タイプの可愛くないところを見せてやるよ。飛ぶんだよな、多分な。攻撃、いやでもどうだろう、他の攻撃方法もあるかな。飛び跳ねる連発してくるんだったらここで自己再生を打ちたい。甘える、はぁ攻撃がガクッと下がるやつか。なるほどね、可愛くないね。だが体力を回復。甘えるか。早々に、よし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 、いいね。飛び跳ねるは分かりやすくていいな。で、毒菱を2回目を打って、これでモービルはステータス以上にはならないけど、2体目3体目のポケモンは猛毒をね、与えることができますから、いいね。で、ここでトーチカですよ。トーチカ、トーチカで飛び跳ねるを防げる、防げるし、トーチカの効果で毒を与えられる。で、こっからはもうあれですよ、トーチカは、ここの説明には書いてないけど、連発するとあれなんだよね、失敗しやすくなっちゃうんですけど、守るも相手の攻撃を防げる技なんで、これを交互に使えばいいんじゃねえのってちょっと思ってたんだよね、毒を与えた後。やってみる。守るは成功、あ、しないんだしないんだ。あー、そう、さすがにさすがに、そっか。ここでトーチかどうなんだろう、いけるかな。まあ、食らってもゴツゴツメットでダメージ与えられるからいいんだけど、自己再生もあるしね。飛び跳ねたか。いやー、どこっころ使うの楽しいな。トーチか守る戦法は無理ということが分かったが飛び跳ねた先で行ってしまったか。悪いね、ポルティガ。あー、プクリンね。なんか浮いてたプクリンだな。じゃあ、ここは、ムカシちゃんとか使っておくか。てか、もしかしたら、オルティガもムカシちゃん使ってくるかもしれんな。プクリン。浮いてないね。浮いてないよね。そうだよね。しっかりと、地面に立っているな。猛毒。いいね。でちょっとね、やってみたいなっていう技が、猫魂。先制攻撃。で、相手をひるませる。戦闘に出たらすぐに出さないと成功しないっていうことなんで、このタイミングだよね、きっとね。初手猫魂。で、必ず先手が取れて、で、ひるむと。で、猛毒。なかなか、一旦は必ず稼げるっていうことだよね。もう成功しないんだろうな。あ、これでね、1枠使っちゃうのはどうなのっていう気もするけどね。まあまあまあ。あとはデカハンマーで戦う感じかな。負けんだろ。頑張れ！強い強いなぁ。デカハンマー強い。でかいし。イェーイ。あ！バウッツェルね。
バウッツェルはあれだ、こんがりボディだっけ。この技を当てると防御力が上がっちゃうんだけど、まあ、この技使えるやつ誰もいないしね。じゃあここは副将戦ということでね、行かしてもらおうか。どこまで通用するか。頑張れ豚ポポン。バウッツェル、バウッツェルも猛毒。レベル同じか、レベル同じか。まあちょっとね、技の構成変わってるんですけど、一回リフレクターとか貼りたいな。特防はまあまあ高いんだけどね、防御がやっぱ弱点なんで、物理攻撃してきそうだもんね。バウッツェル、リフレクター貼りたい。あ、つぶらな瞳、おお、いいんじゃない。攻撃使わないし、リフレクターで、リフレクターの効果時間が長くなるアイテム装備させてきたんで、今回。前ね、シュウメイ殿に挑んだ時にミブルフでやろうとした戦法だな、これね。お、8ターン続くんだ。あー、5ターンの間物理攻撃で受ける威力を半減するけど、なかなか良いのでは。これで、まあ、ラスターカノンだね、攻撃としてはね。うわっ、あ、いけるかな、いけるかな、これはいけるのでは。猛毒も結構、なるほどね。これさ、もうこのターンで 100% 勝てるか。ちょっと眠って回復しつつ、寝言でなんかうまい感じになんないかなとか、ちょっとやってみたかったんだけどね。せっかくだから眠っとこっか。噛み砕くね。そうね。おお、ナイス豚ポポン、眠る。でもこれであれでしょ、毒で倒せるもんね。で、モービルになるときはあれなんだよ、入れ替えできないのね、こっちはね。よし、ちょっと豚ボボンでいけるとこまで行ってみようか。ブロロローム、はあ、おかしいだろ、なんで俺が追い詰められてるんだよ。いいね、いいね、結構かわしてくれたりするから。お、何、新しい特性だな、ミストメーカー。フィールド張った、フィールドを張ったのかな。あー、フェアリータイプのフィールドか。状態異常にならない。ドラゴンタイプの技のダメージも半分。あー、もともとフェアリーはドラゴンに強いんだよね、確かね。ウタボボンでも寝とるな。別に今受けている状態異常が治るわけではないんだ。じゃあちょっと寝言やってみよっか。どうなるかな。うまいことラスターカノン使ってくれないか。うわぁ、でも結構耐えてるぞ。これはリフレクターのおかげ。あ、霧が消え去った。あー、むにゃむにゃ、かわいい。かわいい。これで寝言、寝言だ。わぁ、初めて使うね。眠るを使っちゃった。あれー、あー、もう眠ってるからってことか。そっか、そうか、そうなるのか。まだ寝てるしな。あー、マジカルアクセル、うわー、これフェアリー技なのかな。フェアリー技のなんか、混乱したか、混乱。あー、そっか、もうフィールドはないんだもんね。フィールドはないし、寝言、ラスターカノン出ない。お、出た、ラスターカノン。結構いいな、結構いいな、これで起きる。おお、目を覚ました、目を覚ましたけど、あー、これでね、リフレクターが溶けた瞬間にもう終わるんだよ多分ね。あー、でもあと4ターン耐えられるのか。もう1巡ぐらい行ってみる。ここは眠ろう。
これを耐えて、おお、え、いや純粋に一の腰なのか。あ、混乱もしてんだよね。やばいやばいやばい、ブタフォン眠れ眠れ、よしよし、これあれだよね、混乱も解ける、混乱も解けるすごいすごいなあ。あー、で、すぐすぐ、あ、いいんじゃない、ラスターカノンだ、これでラスターカノンやって、うん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 、で次眠ってっていう。あ、混乱も解けた。眠るじゃ混乱解けないんだ。そっかそっか。あ、いや頑張ってない、頑張ってない、やったね、特防、よし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 、どうだこれ。あ、でもなー、素早さが向こうの方が早いからな。あと2回だよね、あと2回だよね。ここは眠るしかないかな。もう完全にランダムだけどな、いびきはな。でも起きれば。おお、すごいすごい、頑張れ頑張れ。あ、これいけんじゃない、いけんじゃない。待って、あとリフレクターが何ターンかによるけど、ラスターカノン、ラスターカノン、よし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 、あともう少し、あともう少しだ。いや、でも耐えるかな、耐えるかな、回避か耐えるか。変えるってのも手だけど、ここまで来たんだ、行こうぜ、ラスターカノン撃つぞ。あっ、いいんじゃないいいんじゃない、これ2分の12分の1引ければいけるよ、いけるよ、ブタボボン、いけー、ど、いけー、あ、やったやった勝っちゃった勝っちゃった、やばー、せっかくこのために T ブロンコ選手を育てたのにブタボボンでブタボボンでまさかいけるとはな、すごい、混乱してたけど全然大丈夫だったね。なんで負けるんだ、なんでなんでなんでだよ、そうなるよな。1体目のバトルからもうイライラしてただろうなプッツンしてたでしょうね。あ、で回想だね、1年と数ヶ月前、なんでだよ、ずっとなんでだよって言ってんね。みんな、あの車もどき全然動かなかったな。あ、モービル？そっか、メカニック担当って言ってたもんね。あれを作ったのはオルティガなんだ。スターモービルね。車もどきって名前じゃない。徹夜して作ったんだよ。明らかにパワー不足だよ。カルボを2匹で動かしてんの？マジで？やば。カルボを2匹で動かすにはスターモービルが重すぎる。これが動けばいじめっ子も絶対びっくりするのにねみんなびっくりするな、あれはな、急に出てきたら。いじめっ子をびっくりさせるために作ってたんだ、ごめん、こんなはずじゃ。こんな個性カンストしたやつらをいじめてるやつってどんな凶悪なんだろうな。こいつら出てきてないけどね、スター団をいじめてたやつら。落ち込むことはござらぬ。かような傑作をハンドメイドとは、オルティガ殿は誠に天才。動かなくちゃ意味ないじゃん。こんなことならママに頼んで車買ってもらえばよかった。ママか。そんなこと言っているから舐められんだよ。な。メロコやめとけって。やめねえよ。親とか金とか頼るのをやめるって。ダン作ったとき掟にしたろ？そんな掟が。自分の力でっていうことですかね。動かねえなら動くようにすりゃいい。パワー不足なら出せばいいだろう。でもどうするの？あ、カルボを育てて進化させる。ってことは、ズギバーンとかキュピドーンで動かしてるってことなのかな？その火力をスターモービルに使う。
メロコのカルボはまだ坊次郎でしたけどね。あれとはまた別なのか。大丈夫、進化させ方知ってる？レベルじゃないよ。スター大作戦まで残りわずか、間に合うでござるか。あとミツハニーの進化方法とかも知ってるかな。ちょっと不安になってくるね。間に合わせる。行ってしまった。メロちゃん。で、間に合わせたから動いてるってことだよね、スターモービルはね。メロコもさ、口はともかく悪気があるわけじゃないよ。ピーニャがフォローしてくれるね。知ってる。なんだよ畜生。あー、でもう回想終わりなんだ。畜生、負けて悔しいのにお前を認めている俺もいる。負けたらボスを降りる。掟を破るのはダンに対する裏切りだもんな。仕方ないからやるよ、光栄に思えよ。結構まっすぐだわー。ラブドゥッピしてんなモービルが。うん、フェアリーバッジゲットですね。ただでは返さない。俺のお気に入りも持ってっとけ。わざま、マジカルシャイン。うーん、フェアリー技、強力な光を放ち相手にダメージを与える。あー、珍しく追加効果ないやつ。ってことは単純に威力が高い系ですかね。言っとくけどお前、すっげえムカつくかんな。ごめんって。トーチか守る戦法やろうとしてたからな。あれはちょっと腹立たしいよな。でもすっげえ強いのも認める。俺のスターモービル壊すとか。お犬ヶ谷さん、オルティガ坊ちゃま。じいや。ピアノの時間か、お迎えに来たんでしょ。今ちょうどボス引退したところだし、そろそろ家にも帰るよ。いえ、坊ちゃまにご紹介したい人がいるのです。うん。そうか、そういえばそんな話してたね。そうなんだよな、ジーヤであり、全校長。ちょっと、肩書きがそれぞれ強すぎてな。俺の中で消化不良を起こしているんだけど、犬ヶ谷さん。私のちょっとした知り合いです。前の校長と今の校長が、共演しているということか。ネルケと呼んでくれ。ネルケは明かしたんか、自分が比べる校長であること。うん、目的は何？アパレル会社の御曹司。そんなあんたがなぜスター団に？いきなり質問だなんて無礼だね。そんなの他の団員と同じだよ。俺もいじめられていたから。やはりアカデミーにいじめはあったのか。知らないのも無理はない。今の学校は平和そのものだもん。ああ、昔は荒れてた系っていうことか。いじめっ子はまとめて学校からいなくなったし。どういうことだ？それについては前校長の私からお話しましょう。本当に前校長なんだな。ジア。およそ1年半前、スター団は自分たちをいじめた相手と騒動を起こした。1年半前か。その頃はまだ犬ヶ谷さんが校長だったのかな。大事にはならなかったものの、前代未聞の事件です。それがきっかけでいじめの加害者だった生徒たちは、アカデミーを辞めていきました。あ、そうなんだ。今は残ってないんだ。そいつらは。そんな記録アカデミーには、ありませんでしょうね。記録は当時の教頭が。マジかよ、教頭。教頭やってんね。本当ですか犬ヶ谷さん。教頭に全てを押し付けてるんじゃないでしょうね。当時の教頭が消してしまった。記録を消した、はあ、なんということでしょう。転校したということで処理されたってことか。スター団への対応に悩む私の前にある生徒が現れました。その生徒は団の責任は全て自分が取ると言いました。それがマジボスか。引き換えに仲間たちの処分の免除をお願いしてきたのです。それってそんなの聞いてない。私はその願いを受け入れ、スター団の処分を見送りました。そしてその生徒には1年半の留学を言い渡しました。1年半の留学、
それでマジボスはいなかったってこと。忽然と消えたって言ってたもんね。1年半留学？処分の代わりです。スターダはいじめの被害者です。心のお休みを取っていただきたくて留学という名目でご実家のガラル地方、ガラル地方に帰省してもらいました。そんな矢先、当時の教頭が自身の責任から逃れるため、また教頭出てきた。事件に関連するマジかよ、とんでもねえな。事件に関連する記録をサーバーから消してしまった。教頭出てくるのかな。スターダン編のラスボス教頭の可能性あるね。なんてこと、隠蔽されていたのですか。今も残ってんじゃないですか、その教頭は。あ、もちろん教頭には叱るべき対処を行いました。俺が知ってる人だったら超嫌だもんね。え、あの先生がそんなことをってなっちゃうもんね。叱るべき対処を行った、銃殺したの。しかしその行為を止められなかった私や他の先生も同罪。責任を取って私は校長という職を引退、引責辞任したんですね。当時の先生方も全員、あ、そうなん、一緒に辞めていただきました。じゃあ今の先生たちはそのタイミングでガラッと入れ替わった先生ってこと？それで1年半前先生たちが総入れ替えになったんですね。へえ、そうなんだ。ご迷惑をおかけしましたね。そうなんだ。じゃあなんか古株の先生はいないんだな今はね。ジーヤ、どうして今になってそんな話を。その後ジーヤになったのか、ちょっとオルティガ系との関連性も気になるけどな。犬ヶ谷さんのもっちゃまもスターダも今のままではよくありません。何かきっかけになればと。今更仲間を裏切って俺だけ学校行くなんて考えられないよ。スターダのみんなが大事なのですね。当たり前だろ、俺の宝物だもん。なるほど、結構明らかになったね。うん、もう夕暮れだね。あー、電話、このタイミングで電話、もしかして教頭か、カシオペアか。稲葉はオルティガからボスの証ダンバッジをもらったようだな。うん、なんとかね。ふむ、確かにこれでボスがいなくなったチームルクバーは終わりだな。オルティガ、カシオペア、すまないな。いよいよ残るボスは一人。うん、作戦がうまく進んでいるのはひとえに稲葉のおかげ。まあ、ブタポポンたちのね、おかげですよ。ネルケもサポートとしてとても活躍してくれている。そうね。そうね。稲葉とネルケは知り合いと言っていたが、付き合いは長いのか。さすがに気にしてんだな、カシオペアもな。何なんだろう、あいつって。内心思ってはいたんでしょうね。このタイミングでようやく切り出せたんだな。まあ、ちょっとフォロー気味に長いって言っとこうか。まあ、腐れんってやつですね。いずれにせよ、頼もしい友人だな。まるで昔のみんなみたいだ。昔のみんな？まあ、みんな？学校でいじめられていた子たちが、スターダンを結成したことは知ってるな。あ、ちゃんとはぐらかさないで話してくれんだね。ダンを結成してしばらくして、ボスたちはいじめっ子たちと全面対決を行った。結果はスターダンの大勝利。いや、勝負にもならなかった。いじめっ子たちは皆戦いを放棄したんだ。放棄、まあ、モービルがね、出てくるんだもんね。しかも5台ぐらい出てくるんでしょ。それは誰でもビビるか。スターダンを恐れた彼らは次々と学校を辞めていき、そのせいで団員たちは周囲に悪い印象を持たれてしまったんだ。まあ、悪っぽく見られてしまうかもしれないね。余計な話だったな。約束の報酬だ。稲葉のスマホに LP をチャージしておこう。残ったスターダの団員たちを普通の学生に戻したいんだね、カシオペアね、きっと。1万 LP ありがとう。マザマシンもありがたいね。残りのボスも頼んだぞ。補給班ね。俺さ、
マジボス多分ボタンだろうなって思ってたんだけど、でもさ、ボタンがその1年半留学してたみたいな話が出てはないよね、今んとこね。違うのかな。来たけど、普通になんか通ってた感じではあるよね。引きこもりがちではあるみたいなこと言ってたけど。あげます。うん、クワ、あなたは出てくんな。これは絶対入るんだな。この二人も絶対何かあるからな。あー、でもコライドンがこれをやるのはボタンの時だけなんだよね。ネモの時とか一切出てこないからね。出てこようと思えば出てこれるはずなのに、やっぱボタンに何か特別なものを感じているんだろうね。スター団、そんなことがあったん。いじめをなくしたかったのに、今では自分たちが恐怖の対象。マジウケる。先生も生徒もバカばっか。みんながいじめられていた時、他の誰か一人でも気づいていたら、スター団悪者じゃないよってすぐに分かったはずなのに。そんなバカばっかな学校で戦ったって、みんなバカ見るだけなのに。学校のことはかなり冷めた目で見てんだね。スター団なんか作っちゃって、マジボスってのもきっとどうしようもないアホだよ。マジボスじゃないのかな。そんなことない。そうかな。まあ上よりは下かな。そうかな。そうだよ、まあ、マジボスの双子の妹とかね。今回の報酬ありがとう。落とし物ね。これどれぐらいもらってんのかね、実際。次は最後のボス、稲葉は頼んだ。あー、いいね、そのリックね。やっぱ EV 好きなのかな。俺のブイズたちをね、ほぼ揃ったブイズたちを見せてあげたいけど。とりあえず終わったね。あ、で、チームルクバーのさ、アジとさ、ちょっと他のとこと違って、敷地内に灯台があるんだよな。まあ、そこちょっと見に行ってみよっか。うん。まあ、この感じだよね。いつものアジトの感じではあるけど、これな？これな？ちょっと登ってみよっか。アイテムあるね。うん。普通に登れる。人はいないのか。いるな。いるな。お！パッピ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 って言ってんね。あー、普通に団員がいるのか。アジト行きたくねえ。そう、ここアジトじゃないんか。ここはアジト内な気がするんだけど。あー、エナボ。いいっすね。これはぐれスター団なのかな。森にもね、一部いたけどね。こいつ気になるね。パッピパッピ。俺的に言わせてもらえばピッパピッパなんだけどね。お、パッピパッピ、もっちもっち。うん、それがパピもっち。何者だこいつ。何者なんだ。一流だな、でも。一流の使い手と見た。ピッパピッパ。可愛いよな。バウッツェルも可愛いけどね。これだけかい。これだけか。あー、光っている。うん、この上になんかアイテムがあったりとかもなさそうね。なるほど。よし、じゃあまた余った時間を使って授業をね、受けておきますか。前回レホ戦行ったんだっけ。いや、言語学か。言語学の後バトル学だね。日田先生か。平田先生の授業、バトル学でよろしいですか？また2コマぐらいかな。トゲトゲついたやつがいたな。先頭はコッコロちゃんだったね。今日も元気にバトル学、おっす、やってくぞ。お願いします。中間テストみんなナイスファイトだったぞ。今日から授業は後半戦、ビシバシ勉強していこうな。内容ちょっと変わったりすんのかね。チャーレも回っているな。あー、レッツゴー。R ボタンを使っているか。
あれパーモットじゃなくね。あ、ボタンもいる。根本ボタンが揃い踏みだ。へぇ。あ、で、やっぱ EV なんだね。そっかそっか。EV 使いなのか、ボタンは。ポケモンを前方へレッツゴーさせ。離れた道具を拾ってもらえる大助かりな合言葉だな。やっぱパモットだね。根本の隣にいるのはね。レッツゴーした先に野生のポケモンがいれば、そのまま戦闘になる。うん、その戦いをお任せバトルという。だいぶ初歩的な内容だな。文字通りトレーナーが指示せず、ポケモンにお任せで戦ってもらうんだ。もう少し序盤で聞きたかった内容かなっていう気もするけど。まあでもそういう話しかないか、バトル学はね。勝負に勝つといつも通り経験値を得ることができる。うん、使いこなせば効率よく手持ちを鍛錬することができるな。ちょっと、実際に戦わせた時よりは経験値少ないけどね。レッツゴーバトルの時の方がね。ただ時短にはなるよな。ただし、お任せバトル中にレベルアップしても技を覚えないし。うん、進化しないのは要注意。技も覚えてんだけどね。自分で付け替えてあげないといけないんだよね。あとはお任せバトルで負けるとわずかな体力で戻ってくるから、手早く回復してあげるように。はーい。あらかた話してしまったが、ここまでで何か質問はあるか。中断するには捕獲はできる？特にない。これ普通になんか質問できる感じか。今までの授業の選択肢と違う感じ。中断ってなんだ。お任せバトルが始まると勝負がつくまでやめられない。そうね、まあ一瞬で終わるしね、勝負も。お任せバトルが始まる前のポケモンが移動している間なら、はいはいはい、ボール投げ ZR ボタンで中断可能。回収してね。あ、終わった。全部の質問を聞けるわけじゃないのか、まあ、捕獲もできないよね。お任せバトル中でもポケモンはトレーナーのため頑張ってくれている。適宜様子を見てあげて、負けそうになったら撤退を促すんだぞ。もちろんだが HP が低いポケモンは疲れている。ああ、お任せバトル嫌がるね。確かにね。弱ってるポケモンはね。あんまり無理させないようにな。裏ではあんま使ってないんだけどね。お任せバトル。結論！お任せバトルは互いに信頼関係があってこそ。ポケモンに見損なわれないようにうまく活用するんだぞ。すげえなんか髪の毛がブルンブルン動いてたように見えたな。む、体で体験してもらおうと思ったがもう時間か。それでは解散だ。おのおの元気に過ごしてくれ。うん。次のやつも受けちゃおうかな。今日も元気にバトル学モースやってくぞ。お願いします。この前教えたお任せバトル、みんなやってくれているだろうか。またお任せバトルの話。お任せを使いこなせばポケモンをたくさん成長させることができるし、技マシンマシンで使えるポケモンの落とし物も効率よく集められる。技マシンマシン、君たち使っているか。チェック。それじゃあチェックするぞ。技マシンを作るにはポケモンの落とし物ともう一つ何が必要だったか覚えているか。 LP か。あー、 LP、 HP、 お金。お金。お金です。惜しいぞ転入生。世の中何でもお金でことが運ぶわけではないんだ。そうは言っていないが、なんでお金と LP 分けたのかね。確かに技マシンマシンを使うときはお金は使えないんだね。答えはリーグペイ、通称 LP だな。やっぱすごい髪の毛ブルブルンってなってるよね。命を持ってるな。 LP は技マシンマシンでポケモンの落とし物と引き換えできる。そうね、引き換えたことないけどな。最近ハッキングというやつで LP を不正に手に入れてるやから、なんじゃそら。あー、 LP を不正に手に入れてるやからもいると聞いている。怖い話だね。君たちはそんな悪事に手を染めないように。で、今回ちょっと戦闘を昔ちゃんできたんだけど見えづらいね。とにかくでかい金槌は見えるが、作りたい技マシンはウォッチ登録すれば、ああ、落とし物の集まり具合をいつでもチェックできる。そんな機能があったんだ。使ったことないな。
結論、マザマシンを作るにはとにかくポケモンの落とし物が必要だ。うん、ポケモンと戦いまくってたくさんの落とし物を集めてくれ。石変人のやつは大量に持ってるんですけどね。あとフリージオのやつもいっぱいあるだろうな。むむ、体で体験してもらおうと思ったがもう時間か。それでは解散だ。おのおの元気に過ごしてくれ。チャーレも可愛いな。お、あ、校長室か。校長室びっくりついてんね。なるほど、医務室。へえ、木和田先生医務室にいんだ。先にこっち行ってみよっか。お、あ、ミモザ先生と話してるぞ。女たちの共演が見れるな。こんにちは。木和田先生はあれなんだよね、サンドイッチ作りのね、なんか特訓をね沢野先生としてたけど、今回はミモザ先生との絡みが見れるんだ。やだやだ、絶対やだ。頼む、この通りだなんだ、どうしました、揉めてるんですか、揉め事ですか。ああ、転入生いいところに。ミモザ先生が私の、やっぱサンドイッチの話なんだ。サンドイッチを食べてくれないんだ。まだあれなんかね、特訓してるんですかね。当たり前でしょ、お腹壊したくないんだもん。ミモザ先生と木和田先生は多分年も近そうですしね、仲いいのかな。そんなことにはならないはずだいや、前にあんたが作った肉で肉を挟んだサンドイッチそうなんだ、パンは使われてるんですかね。食べて、私体調崩したからね。肉バーガーか、肉バンズなのかな。あの時は私も未熟で若気の至りというか、先月よ、先月のことよ。というわけでニッチもサッチもなんだ。サンドイッチ作り特訓したのに悲しいなあ、特訓したんだ。うん、してましたよ、家庭科室でね。頑張ってました。食べてあげてください食べてあげてくださいっていうか、半笑いで。はぁ、可愛い生徒に言われたら仕方ないわよね。上手くなってるかもしれないよ。サワロ先生が見てくれてたんだって。食べてあげるからちょうだいよ。分かってくれたか、ではこれをムンズって掴んでこう渡してたね。もぐもぐもぐ、どう、パサパサかい。ちょっと味濃いけど、あ、本当に良くなってんだ。まあまあいける、よかったね。やった、特訓の成果だな。尊敬するミモザ先生に喜んでもらえてよかった尊敬するミモザ先生なんだ。おお、木和田先生も信頼まで、信頼のステージまでたどり着きましたね。ありがとうミモザ先生、そして転入生。あー、で、ミモザ先生とだけなのかな。木和田先生は去っていったか。ちょっと結局何だったのよ。あの人ってすぐ怪我するからよく医務室来るんだけどあの人あー、いつもあんな感じなのよね。そんなに仲良くないのかな。あー、ミモザ先生、ミモザ先生いなくなっちゃったかな。うーん、まあ、まだ最後じゃないもんね、イベントはね。信頼の次もまだありそうだもんね。じゃ校長のやつもやっとこっかこっちを見るぐらいしてほしいんだよな。校長、校長イベントはまあスター団を進めたからびっくりマークついたんでしょうね。ひなばばさん来てくれたのですね。どうもどうも。稲川さんのご活躍は、友人から伺っています。友人？あ、ネルケ、ネルケってこと？そういうこと？ふふふ。さて、どなたでしょうね。ラベル校長、結構、いろんなところにね、出向いてるからね。学園不在にしてること多そう。ところで、またご意見をお聞かせください。また先生たちの、あれかい、評判会。最近の若者の間でかっこいいとされている男性の髪型はご存知ですか？
ほーん。アシンメトリボブ。ない。ないんだ。あ、こういうこと？なるほどね。リーゼントですかね。リーゼント、やはりですか？嬉しそう。嬉しそうだね。その割に男子生徒さんで、あまりリーゼントの人はいませんが。確かにな。まあでもポケモンだとよくいるけどね。マジ強カニとかね。ヘップバーンとかね。もしかしてリーゼントはちょっと古いのですかね。カツラを変えた方がいい？あ、他の選ぶと変わるかな、髪型。どうだろう。他のを選ぶとなんて言ったかな。あ、いえ、なんでもありません。岩間さんのご意見とても参考になりました。終わっちゃった。まあ、一個ぐらい別選択肢見とく？どの髪型になってほしいかな。今もまあまあ長いしね。ツーブローかな。ツーブロー。青スーツ、こんがり日焼けして、敏腕営業マンスタイルでやってもらいたいね。なるほど。ああ、いるよね、ツーブロの人ね。確かに男子生徒さんでそのような頭にされている方をたまに見かけますね。もしかしてリーゼントはちょっと古いのですかね。まあこういう話になると。カツラを変えた方がいい？まだ一つアジト残ってるからな、スターダン。その時ツーブロで来るかも。あ、いや、なんでもありません。稲川さんのご意見とても参考になりました。うん。楽しみだな。次のね、最後のスターダンアジトね。まあ、今日はここまでかな。うん。次回はまた新しい目的地を目指してね、進んでいこうと思いますが。うん、このパートはここで一回区切りますね。じゃあお疲れ様でした。また次のパートでお会いしましょう。さようなら。